それでは本日も毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。さあ、7日間のロングランレースで開催されていましたゴールデンウィーク特選レース、いよいよ本日最終日となりました。今日この5月2日私は待っておりました、はい、もう最終日を待っておりました。なんで中ゼロでね頑張ってらっしゃったので、皆さん前節の G3 からですね、はい、まあ、私たちじゃなくてね、まあ、橋長選手もね、うん、そうですよね、15日連勤という方はいるんでね、うん、はい、もうここ最後ね締めてね、うん、数少なくなった私たちのゴールデンウィークを楽しむためにはちょっと今日当てないとね、はいはい、ちゃんと休みありますか、はい、ございますということで今日当ててね気持ちよく休みに入りたいですね、はい、もちろんです、はい、よろしくお願いします。さあ昨日準優勝戦が行われたんですけども、まあ、長谷田のみで挙げていただいたジョーカーが中村亮太のね、はい、侵入から ねやっぱりあの頭を使ったというか考えてましたね。大外短期我慢心出たけど、はい、見事にまくり差しを決めてね、はい、行きました。うん、あのね彼ね、はい、いろいろ考えたらしいんですよ。あ、そうなんですか。選択肢をまず3カド、はい、4カド5カド短期魂にスローって、おーそれでまあ短期魂にもう行って、うん、スタートも頑張って行って、うん、フルダッシュで行ったと言ってましたよね、うん、でもねいいレース見せてくれましたね。ですね。そして2着3着争いもあのマニア選手がね、うん、2マークでねうまくぐるっと回ってね、はい、頑張りましたね頑張りましたね。でもその次はねもう赤坂俊介、うん、原田幸也がね、うん、このレースはもうしっかりインから逃げてね、はい、優勝戦はオール長崎シフトになりましたね。はい、もうゴールデンウィーク特選ですっていうぐらいで地元戦の、はい、優勝戦となりました。それではですね、本日は長谷さんには優勝戦の、はいはい、展望予想いただいておりますので、まずは優勝戦メンバーからご覧いただきましょう。はい、ゴールデンウィーク特選レース優勝戦ザ・長崎長崎ですね、はい、このようなメンバー出揃いました。まずはモーター評価からお願いいたします。はい、今節はねこの赤坂中村亮太と、はい、まあ、うん、準優では負けましたけど、はい、えのき浩二、はい、これがパワー3強だと思ってます。なるほど。赤坂は全体的にいいけど、うん、特に行き足スタートするところの、ね、うん、足がいいですね。中村亮太はペラ調整チルト調整もろもろやってて、はい、その、ね、うん、枠とかレースに合ったような調整をしてます。昨日の順位はねチルド0度に跳ねてましたね、うん、はい、それを外から行くってことを考えてたんで0度、うん、今日はどうするか。でもね、エンジン本体は伸び方と思うと言ってました、はい、でそれを自分なりに、うん、ね、バランスよくしてるんで、はい、出足も伸びもねどっちも20丸を打ってもいいというふうに言ってましたので、うん、この中では赤坂中村9点2強ですね。わかりました。原田幸也出足、うん、行き足はしっかりしてます、はい、ただいい選手には伸びられます、うん、昨日の準優勝戦その前の準新戦もね、はい、えのき浩二と当たったんですけど、はい、えのき浩二のスリットの足スリットからねまっすぐ行ってもよかったんでね、はい、原田はそこだけが気になるでしょうね。なるほど。ですんでまあ赤坂中村にちょっと見劣る8点、うん、はい、そしてまあ石橋マニア中島ね、はい、この中に入ると目立たないと思います。というのがもう2番3番が良すぎてね、そして、ね、原田幸也もいいんで、うん、まあ伸びていくようなことはないんじゃないかなと枠さんにも思いますんでね、はい、まあ、こういう風なモーター評価10点満点でねちょっとやってみましたね。はい、わかりました、ありがとうございます。ということで、モーター評価の一覧からご覧いただきました、はい、さあ続いては展開予想フリップの方をご覧いただきたいと思います。それでは続いてのフリップご覧ください。はい、第12レース優勝戦、まずは見どころなんですけれども、原田幸也選手がゴールデンウィーク3連覇へということで長崎支部で変わってきてね、うん、はい、まあ、ゴールデンウィークレースで2回で全部勝っててね、うん、はい、今回も1号艇で乗って3連覇、はい、そしてまあ今年はね正月レースも勝ってますんでね、そうなんですね、やっぱり地元レースになるとやっぱ原田幸也の強さが目立つなと思いますね、はい、うん、ここもねやっぱりあの今節はもうオール2連隊で来てますし、はい、しっかりスタートいってというところです。ただここね侵入です、そうなんです、面白い侵入予想になってます。枠なりとしてもね、うん、中村亮太は3カドっていう可能性が大いにあるのではないのかなと、はい、なるほど。で中島誠一郎選手がね、まあ、6号艇でね、うん、前向き行くかどうかというちょっとポイントなんですけど、はい、準優が終わった時点の仕上がり、うん、行き足を考えると、うん、今の状態なら外かなと言ってますけど、うん、ただ今日最終日ね調整してね、はい、内から行けるような行き足になっていればひょっとすれば前付けの可能性はあるとは思うんですけ ど、 なるほど、やはりね
この中でね、一番のね、ベテランという形になりますからね。そうですね。誰も文句は言えないでしょ、誠一郎さんが来ても。前付け来ても文句は言えないだろう。これが逆にね、ちょっと冗談ですけども、はい、マニュアル選手が6号出たとね、うん、もう6コースですと思うんですけど、誠、はい、一郎さんっていうところなので、そうですよね。それはもう動いて、誠一郎さんに文句言える選手いませんからね。そうですよね。俺が外側から言っても面白くないだろうって昨日。でしょ。はい、言ってました。でも誠一郎さんも今節は6号艇で6コースというところもあったのでね、うん、はい、まあ枠なりになるんじゃないのか、それで中村亮太が角にするかどうか、ね、スタート展示ではスローへ向けても本番を角にする可能性も大いにある。それはね、赤坂俊介もね、うん、亮太さんがね、角にしても、うん、それはちゃんとね、きっちりと、ね、考えてますよと言ってましたので、それはみんなね、まあ、中村亮太さんがどっちか考えてるのかなと思います。中村選手もいろいろまた今日一日考える。いや、亮太選手はもうあれ侵入のね1、2が先どういうタイミングで向けるか、うん、早めに向けてくれたらあるし、彼らがなかなか向けなかったらサンスローもあるし、その辺の、ね、流れ見ながら、やはりね、はい、まあ、勝てる位置、勝てる起こし位置を考えての、ね、うん、レースになると思いますね。はい、わかりました。まあ、本命原田、はい、ね、今節もちょっといろいろ話しててね、はい、やっぱり伸びで負けるのはいると、はやっぱりちょっといると。差がやはりまあここで言うと赤坂、中村亮太気になるところでしょうね。はい、でも、ね、彼言ってました、伸びなくても勝てる方法はあると。お、まあ、それやっぱり経験値でしょうね。なるほど。そこは何かというと、彼がドンピシャのスタートを突っ込んでくることでしょうね。昨日もね、えのき浩二がいるってことを意識してスタートもしっかりいってる、はい、やはり原田幸也がゼロ台スタートを決めてくるとなると、はい、外もなかなかそれ以上前にはね、いけないんですよ、はい、ですんで、まあ、原田幸也がしっかりスタートいって、うん、赤坂が中村とかをねブロックする形、行き足がいいんでね、ブロックできると思うんですよ、はい、そうなればもう本当に内寄りでしょうね、はい、1から2、3とね、はい、まあ、石橋選手も抑えでしょうね、はい、まあ、昨年11月からのデータ見てもやっぱり、うん、原田幸也はね、1号艇、はい、まあ、インコースの、ね、1着率が 89% あるしね、うん、素晴らしい。で、赤坂中村はね、2コース、はい、3コースかの3連台率が 70% を超えてるし、石橋もね、うん、3連台率は4コースは 62% を超えてる、62% 超えてるんですね、はい、でやっぱりマニア選手はまあ5コース想定の5コースだと3連対率は 33% だし、中島誠一郎選手もね 29% なんです。まあデータ上はそうですけどね、でもボートでデータでは決まりませんからね。でも原田、赤坂、中村がしっかり内側スロー勢がもうモーターもいいんでスタートいけば、本当にね、うちの争いでなかなか石橋道友らダッシュからは出番が少ないんじゃないのかな。なるほど。と思うので、まあ、スタートバシッと決めればもう1、2、3、4、1から2、3、4の、もうここはね、でも厚めはやっぱり赤坂、中村の1、2、3、1、3、2とか、そこにはなると思いますけど、石橋もね、中村亮太がまくっていってくれたらいい差し場があるんでね、彼はやっぱりターンはしっかりしてるんでね、出足もいいからね、やはりそこは石橋道友も加えておきたいですね。はい、わかりました。本戦はご覧の通りにいただいております。さあ、狙い目も上がっております。あくまでも狙い目、それはやっぱりジョーカー中村の切り札、どんなカードを出してくるかなってところでしたね、彼がね、はい、昨日はまあね、大外短期がましという選択肢をしました、はい、もし中島誠一郎さんが動いてきてくれたら、はい、4カドというのも考えられるし、なるほど、そこも、まあ、そこは中村亮太はやっぱりね、うん、レースのことを考えてるのはすごいなとは思いますね、はい、でも彼の場合3コースになった時というのは、うん、勝ちパターンとしてはね、はい、まくりは少ないんですね、まくり差しが多いんです。なるほど。でもスタート決めて、まあ、原田、赤坂のうちの間を入っていくのがまくり出しなんで、はい、まあ、そこに展開があるかどうかは分かりませんね。まあ、赤坂がすんなりうまくさせれば場所もないし、はい、赤坂が外前行ってくれたらいいけど、なかなか原田幸也相手外前行くのはスタート体験次第ですからね。そうですよね。でも何か最後やってくれるなら中村亮太じゃないかと思ってあくまでも狙い目として出しました、はい、じゃないと、うん、なかなかね、こういう展望番組でね、はい、いや、ここは中島誠一郎選手の頭ですよっていうのがなかなか言いづらいんでね、そうですよね、ここの内側2人を破るなら中村亮太じゃないのかな。なるほど。今年は大村でね、うん、まあ、SG ね、メモリアルがあるので、はい、ね、中村亮太も一応アピールをしておきたいと。あ、やはりそこに出たいという思いは。やはりここで勝てば、
という気持ちはあるらしいですよ、はい、ですんで、まあ、そこでね、うん、やっぱりそういった、まあ、選手の思い、もちろん赤坂もあるでしょうね、はい、まあ、そういったみんな A1 選手の思惑のある優勝戦だと思います、うんうん、いろいろね考えると面白いメンバー、そしていい、だから原田幸恵がもうしっかり打ちで立つのか、うん、それでもやっぱいやいや俺たちもまだ待ちませんよと、幸恵さん行きますよと思ってる面々もね多いと思いますからね、はい、分かりました。ということで狙い目は、まあ、中村選手第一号か、中村選手の動き次第ということででしょうね。2コースズボス出しというよりも中村陽太のスピードの打った枕出しの方が逆転はあるのかなと思います、はい、うん、分かりました。ということで3番から1番2番4番の 2,3 着付けを上げていただきました。でもね、みんな地元勢だからね、負けたくないから多分ねこの3着にはね、うん、5と6は入ってないけど、道中セットらみんなもガチンコでいきますからね、うん、もうとにかく潰し合いじゃないけど、だから3着っていうのはまあここを出してませんけど、皆さんオッズ見ながらね、うん、はい、まあ、ご自身で判断していただければと思います。はい、わかりました。ということで、あの今日は大村で令和初の優勝、そうね、令和初の、ね、優勝者誰なのかなとは思いますけどね、はい、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあ、ありがとうございます、はい、さあ第12レースの優勝戦なんですが、このように展開予想を上げていただきました。ぜひ皆様、参考にされて第12レース優勝戦までぜひお楽しみください。さあ本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。